長らくお待たせいたしました。ただいまより渡辺俊則教授の最終講義を開催させていただきます。本日司会を務めさせていただきます、情報システム学研究科情報システム基盤学専攻の古賀と申します。私はですね、渡辺先生と一緒の講座に属していまして、10年間一緒にやってきました。で、渡辺先生の大学生活が20年ぐらい、その半分ぐらいは知ってるつもりなんですけど、本日は人生を全体を振り返るということなんで、私の知らないいろんなことも渡辺先生見られるのではないかというのを期待しております。じゃあそれでは早速ですけれども、渡辺先生お願いいたします。どうも、ありがとうございます。今日は朝からね、天気があんまり良くなくて、でも私の海には春一番が吹いたかなと、ね、いう感じもしてたんですけど、いかがでしょうかね。ちょっと味もまだ残ってますけど、なるべく楽しい話にしようというふうにして、作ってみましたので、よろしくお願いします。それではですね、適応システムがファンタジーとしてですね、話します。でなお、こういう人形がですね、ずっと出てきます。草色の服着てます。これは私のことですから、よろしくお願いいたします。はい、目次ですが、まず過去のまとめ、1947年から2012年という表を出しまして、それから自然が先生だった幼少年時代ですね、それから高校大学日立電通大と来て、あと未来と、あとお前はこういうおかしげな趣味をしておるだろうと、ずっとやっておるだろうと、一回ぐらいちゃんと吹いていけというふうに周りが言いますので、本奏者から一応最後にいこうと思います。それではですね、過去のまとめ、1947年から2012年ですが、ちょうどですね、私たち団塊の世代のですね、今までを振り返ると、4期ぐらいに分かれるかなと思ったんです。最初の10年は私も幼少年、それから青年期、壮年期、壮老年期ですか。でこの壮年とこっちが20年ぐらいずつですね。でこの間、世界はですね、どんなに動いたかなと思いますと、大戦が終結して米ソの二極対立というのがずっと続いて、それからソ連の崩壊というのがあって、ただいまはですね、多極混迷の時代になっているなというふうな感じがするんですが、いかがでしょうか。日本はですね、戦後復興期、それから豊かな自然がこの頃あったと私は覚えております。あと初期成長、自然破壊が進み始めたかなと思います。それから物質的成長というのはかなりここでできましたね。都市集中という現象も起こりました。あと今、はですね、正常が停滞して五輪夢中という状態かなというふうにキーワードを並べてみました。私たち団塊の世代のですね、気質、皮膚を考えますと、幼少年頃はもちろん無心で遊んだと思うんですが、その後ですね、青年期にはですね、左寄りというかコミュニスト、的な左寄りの考えがすごくですね、どっちかというとみんなそっちが好きだったように思います。それからあとですね、そうもいかないなということで、リベラルになったかな。あと最近はですね、みんな頭の中空っぽになってどうなってるんだっていうのは私も含めてですね、これは反省してるとか、持たない方がいいものは持たなくてもいいと思うんですけど、あと自分史とですね、出会いとか芸術、この辺まとめて言いますと、ここで生まれまして、運悪くですね、ポリオっていうか小児麻痺にかかっちゃいまして、で小さい頃は意外と遊んだらできなくて孤独だったと思います。それでも読み書きそろばんを習いなさいって親がやってくれてですね、寺子屋の諸僧塾が通わせてくれたりしました。それで出会いはですね、ご兄弟、あと自然農業とか、意外とこう仏教世界っていうのにこの頃出会ったような気がします。芸術的なことは習字ですねをやってました。その次の青年期ですが、一言で言うと勉強ばっかりのガリ勉で、で高校大学といって東大闘争にちょうどあってですね、ような時期でした。それから出会い、この時期はですね、古典とか、後で話しますが、山野先生、沖先生っていう飛行機設計してた人たちとの思い出があります。あと三極尺八ですね、琴、三味線、尺八っていうですね、ペアでやるやつをこの頃から習いだしました。あと壮年、働き盛りの時はですね、経産分野に行けということで日立に行きまして、結婚したり、工学博士を取ったり、第5世代研究プロジェクトっていうのの10年間ですね、従事したりもしたんです。主な出会いは家族とかですね、日立、第5世代の方、入先生とか浜田先生というような方に出会ったことがあります。で忙しすぎてですね、芸術ところじゃなかったので全部中断してました。その後、電通団に呼んでいただいて、IS 研究科の構築に、関わりました。研究の方ではですね、今日のタイトルにあります適応システムというのをずっとやっております。
教育の方ではですね、これは今年名前つけただけなんですが、セミ学っていうのを今日紹介しますけど、とにかく IS 学、自分らの IS 学っていうのをですね、ずっと20年ですね、授業の方で探求していました。それからあと出会いが IS スタッフの方とか学生諸君ですね。で、芸術の方でですね、こちらの色艶がある方じゃなくて色艶のないですね、公務装飾会の方をやっておりまして、あと墨絵もですね、こっち行って描くようになりました。簡単で人生これで全部説明できたということなんですけど、まあ、中身はちょっと、ですね、自然が先生だった頃、幼少年時代ですね、話します。生まれたところはですね、広島県芦名郡芦田町っていって、今の福山市って言いますけど、地図で言うと、ここのちょうどね、この、岡山県と広島県の境みたいなところです。それで、古代は穴の海って言って、瀬戸内海がずっと中に入り込んだような湿地帯だったらしいんですね。ですから、農村でですね、芦田川の旧川の中流域で、今でいう里山地帯だったと思います。それで、皆さんのですね、菜園の記録、一番古い記録は何だろうかと、皆さんそれぞれお持ちでしょうけど、私はこんななってるんですよね。なんかお灸を据えてくれるお医者さんにですね、連れて行かれて、長いこの高い椅子の上にですね、来て、なんかすごい、えらい長い、火鉢があってですね、それで線香が冬ってるっていう、これはだから足をなんとか直してやろうと親がですね連れて行ってくれてた風景じゃないかと思うんですね。あと1個あるんですが、これもですね、多数のクリーム色の小型車、こんなのがですねいっぱいいたような思い出がありまして、これはですね岡山大学の医学部の病院にですね通院した時の駅前かなと、3から5歳頃かなとよくわからないんですが、まあそんなこんな記憶が一番古いです。で、ポリオにですねかかっちゃったんですが、これは首都大のですね菅又正美先生からいただいた本にちょうど書いてあった7章ですね。1947年私生まれですから、その時ぐらいからですね急激にこのポリオがですね流行するんです。それで米軍がですね進駐軍が持ち込んだんじゃないかっていう話もあるんですけど、確かなそれだったらですね被害者なんだけれども、確かなところはわからないんです。それでですね、この時期いろんな遊びがありました。5歳から実際やっていたことはですね、カエル風船とか野良猫、ヒメ、ヘビ対比、魚取り、稲穂取り、隠れ家、たこ揚げ、スイカ泥棒、まだこれでも全然書けません。具体的にですね、これがカエル風船なんですね。どうやるかというとですね、生きたカエル取ってですね、麦わらのあの軸をですね、こうやってお尻から刺してですね、ぐーっと吹くとこういうふうに丸くなるんですね。これをいっぱい作って、川の、あの池の上や、浮かべてですね、ぷかぷか浮かのみで遊ぶとかですね、こういうことです。それから稲穂取りね、これはもう秋の田んぼに行ってですね、縫い針の下にこう長い糸つけといてですね、一匹一匹取ってはこうやって串刺しにしていくわけですね。それで家に帰ってこれを放牧で行って食べると結構美味しかったのを覚えております。これは蜘蛛の糸の紙芝居でありまして、お寺にさっき言いましたけど習字を習いに日曜ごとに行ってたんですが、そこで習字の後にですね、お寺のその先生がですね、毎回紙芝居をしてくださるんですよ。その中のこの蜘蛛の糸ね、ある日、お釈迦様が天国の蓮池から下を眺めてますと、地獄で、うごめてる人たちが見えますと、よく見ると大罰当たったというのがいますと。で、彼は生前ですね、歩いてる時に、蜘蛛、小さな蜘蛛をですね、踏みつけて殺そうと思ったんだけど、ちょっと思いとどまったと、その一つの功徳によって、助けてやろうということでですね、蜘蛛の糸を垂らすわけですね。それで誰か立ったら喜んでそれを登っていくんですが、どうも下を見てるとですね、仲間がみんなぞろぞろ登ってくると、でけしからんというので、これは俺の蜘蛛の糸だ、やめろって言って叫んだ瞬間に自分の上で切れたと、そういうような話ですね。それこれ聞いてですね、私は自分だけいいことをしようとすると地獄に落ちるんだとかですね、そうは言ってももうカエルや蛇を相当締めたからすでにやばいかもというふうなのをですね、冷や汗みたいな感じでですね、これを聞いてた気がします。で、こういうところはどうも仏教的世界観をですね、心に植え付けられたのかなと思います。で、あと農業をやってましたんで、それ、苦しいこと楽なことありました。苦労の方はですね、稲作ですから田植え、悟り、刈り取り、脱穀といっぱい仕事があるんですね。麦の方もそうです。牛も飼ってましたから草を刈ったり、蓮を刈ったり、家事手伝いやったり、一番ひどくちょっとしんどかったのは共有林の手入れで、寒い時にかなり遠く離れたですね共有林に行って下草をきれいに刈ってですね、それ持って帰るわけですが、畑に入れるために、これは大変しんどかったですね。とは言っても楽しみもありまして、風呂炊きと焼き芋ペアになるわけですね。秋のキノコ採りとアゲビ探しとか、年に数回の祭りとかいうふうなことを、やっていた思い出します。それで、まあ、こっちから来て電通団に呼んでいただいてからこういうことをやってるんですが、
里山の泉っていうですね、これを自分の描いた絵ですけど、まあ、非常にガラスのように綺麗なですね、水の中にこう魚がいるわけですね。それを友達とこう覗いている春の風景です。これはハスハガサっていうんですけどね、ちょうど梅雨時にですね、レンコンの葉っぱをみんなちょぎってですね、頭にかぶせて仲間でこうやってアデミンチを行くと、でカエルがこういうふうなところにいるとかですね、こういうふうな心象風景。あとこれ秋の風景ですね、月と虫、ね、これ虫、これが月ですね。こういうふうなのが筆を持つとですね、自然にこう出てくるわけです。これは糸切れだこって言って、まあ無心で遊んでですね、糸が切れたらですね、我を忘れて切り株の残る田んぼの中をですね、隣村まで追いかけるというふうな、こういう風景ですね。っていうようなことで、まあこんなのを見ていますと、この自然の中でですね、塾にも通う、塾が通ってたか、でもですね、そういうふうな時にこう心に深く沈積したようなものがですね、どうも潜在意識で私の場合はこういうふうなね、ところにあるんじゃないかなというのが、絵を描いてみたりして思うことでございます。それでは小学校の頃に移りますが、まあ、運動不足です、不得意ですので仲間外れが結構多くて内省志向に、内省志向になりましたね。で、本との付き合いがその代わり始まりまして、まあ、エジソンという本は父が買ってくれて、わからないなりに一読したりですね、で自分で見つけた世界の七不思議という本に興奮しました。今でも覚えてますが、イスタ島の巨石とかですね、集団自殺する航海のネズミとかウナギの生態と産卵場所の謎とか、船の墓場猿が欲しいとかですね、これ懐かしいですね。あと百人一首ですね、友人宅の本を借りて自分で全部コピーして全部暗記したような思い出もあります。それでは中学は飛ばしてですね、高校時代に行きます。高校時代は福山静止館高校というところなんですが、江戸末期に開設された藩校でありまして、幕末の老中筆頭安倍政人と、この人偉かったんですけどね、この方が作った藩校です。それで、井伏祭とか森戸達夫、福原林太郎、それから博多五郎先生、この方は本学の元学長ですね。あと、歌手の友達さんとか、こんな方がいます。自分の生活ですが、非常に典型的なガリベン生徒で、行事には協力しないし、授業中でもマイペースで自習してるっていう悪い生徒でした。で、一浪して東大の理科一流へ行ったんですけれども、とにかくあまりいい人と今から思うとですね、まずガリベンの思い出ですが、苦手の数学、物理学を克服するのに躍起になってですね、問題集いろいろ、あさってて矢野健太郎とか糸川秀夫先生なんていうのを名前覚えたのはこの頃です。で、英語は好きで大訳本などをあさっていました。スティーブンソン、モーン、ギッシング、ミル、トレベリアンとかですね。あと横並びの授業が身につかず嫌でした。授業中でも自分勝手な本を読んでいったりするようなことをやってました。したがって、で、これは通勤途上の思い出なんですが、電車の中で分からずなにですね、ジョン・スティアート・ミルの自由論っていう本を読んでたらですね、肩越しにお兄さんがですね、君一緒だね、早稲田に来ないかって言ってくれたのを、よく覚えております。それででもですね、現役では用入らずに一浪することになりました。それで東京の予備校に行こうよって友達が呼んでくれたんですね。だけど僕は、私はですね、公共の授業が邪魔で思い切り勉強できなかったから1年間自力浪人するよって言って、知り合いの友達2人とですね、3人で田舎で浪人生活をしました。で、浪人生活してる間にですね、ジェット会っていうあの例の添削やってたんですが、その時にこの赤い字でですね、数学の添削のあの係の人が、東大に尺八区があるから入ったらって書いてくれたんですね。で、エッチさん。で、私はですね、そうだ、長く取り組める日本文化を一つはやりたいと思ってたので、入部することにしたわけです。これが尺八との関わりですね。それで1年浪人してですね、また受験しようとする時に父が私にですね、とにかく、まあ、東大なんて考えずに近場の岡山大学に行って医者になってくれたらどうだって言ったんですね。かなり強く言ったんですが、私はもう岡大ならとっくに現役をどうかしてるよと、ここまで来たからには東大だって言って譲らずですね、そのまま行っちゃったんですが、この選択は本当良かったのかどうか、これはなかなか身が二つあったら実験してみたいと思っているんですけど、できました。ということで次は今度は大学時代ですね。はい、ここに住んでたんですよ、ね、今こう電通だでしょ。北へ行くと三鷹市新館というところがあって、三鷹寮というのがありましてね、そこから近くにこう東京という東京女子大ですね、こちらが ICU キリスト教大学ね、で女子寮があるわけですよ。で、みんな酒飲んで十何人一ダースぐらいになったら行こうかって言って、よしってどん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 こうやって走って行って夜で騒ぐんですね、出てこいとかですね。そうすると上2階からバケツの水が降ってきたり、こちら行った時はですね、どうぞって寮長が皆さんを丁寧に
会議室に招き入れてくれてお茶を出してもらったりしてですね、なんかそういうこともありました。でもパトカーがいつも後からついてくるんですよですぐ近くにね、この神社がありましたので、ね、こういうところの女の子たちとね、みんなで集団の、ね、ハイキングするわけですね。そういう楽しい2年間は楽しかったです。でその当時ですね、この坂を下っていくと小さな国立大学があるんだよっていうのは聞いてたんですね。でも その大学の名前が電通大であり、まさか25年後に私がここでですね、雇っていただけるなんていうのは夢にも思わなかった時代でありました。尺八部に予定通り入部しまして金庫リュートにやったんですが、山口五郎先生、この方ですね、後で芸大の教授になられて人間国宝になられた方でした、この方に習いました。で部活の内容ですが、練習はもちろんありますけど、定期発表会というのがありまして、上級生はその発表会の終わりにですね、上級生は琴方の女性と喫茶店に行くわけです。で私たち下級生は山手線で琴と門線をいつも運ぶという雑撃譜ですね、いうふうなのをやってました。そのうちに東大闘争が始まって、こっちの経験はしないままに終わったわけですよ。働いてた、合宿もいろいろありましてですね、那須の黒羽、くもみ、白馬なんていうところ行ったんですが、楽しかったんですけどね、シュランド騒動のために民宿はいつも一度限りでお断りというふうなことがありましたね、はい。とはいいですね、書籍との出会いはいろいろありまして、数理の方でヒルベルト・ポアンカレ、ノイマン・ウィーナー、ベルマン、コントリアギとかいろいろ読みました。システムの方もベルトハイン・ラフィーから始めてですね、経済学者のカウツキとか、知能の方ではローレンツ・アビグとか、生命進化の方ではザーウィンとか、今にしたものですね。あとシーカローマではドイツ語やロシア語をやってましたので、まあ分からずらにシュトルムとかゲーテとかリルケ、ロシア語ではプーチキンのオネーギンをですね一生懸命読んだのを覚えております。その他バルザークとか中国の古典で、本当はですね、よく仲良しでしたね、はい。これはそれで私がですね、駒場の終わって楽しい三鷹生活が終わってですね、本郷行って勉強かというぐらいに始まった東大闘争でですね、安田構造の前の今回撮ってきた写真ですけどね、でこれあったんですよ。みんな下馬棒とかね、それからヘルメットかぶって、私はですねこの辺に座ってたような気がするんですけど、でもね頭の中でですね、どうも理解できない議論が多いなと、こんなことをするために東大に来たんじゃないんだけどなっていうふうな実感を持っておりました。航空学科時代の思い出があります。山名正夫先生っていうですね、東大の先生やった後に明大に行かれた先生ですが、水星っていう戦闘機を主任設計された方です。著者にですね、要件道から出てる山名中口の飛行機設計論っていうのがあるんですが、その飛行機設計の文じゃなくて、その序論のところにですね、山名先生の心情が書いてございまして、先生が言うにですね、おっしゃるのに設計があって理論解析が可能であると、逆はないと。それから設計は白紙の上に全貌をスケッチした時、最終結果の領域はほぼ決まるとかですね、良い設計には美の感覚が必要である、で人の絵は年とともに理屈っぽく悪くなるとかですね、だから設計者は日頃美的感覚の練磨をすべきだと、自分は多摩の自然をスケッチし歩いてこれを実践しているというふうなことを、書かれているんですね。でこれは先生のお孫さんの絵も載せてあるんですが、これは家ってここに太陽、お日様がいて、暗くてちょっと分かりませんが、ちょっと大きな家がのびのびと書いてありますね。これはですね、雪だるま、降ってる雪も書いてあります。でこれはですね、犬がなんか踊ってるんでしょ、飛び跳ねてるんでしょうか、リズミカルにね書いてある。でこれは機関車っていうんですけれども、ちょっとまあ先生が言われるにはですね、これ男の子なんだけど、小さい頃にですね、ブリキ細工みたいなものでですね、見て育ったためにですね、どうも絵が早くも萎縮しておるっていうふうなことを先生が書いておられます。この先生の思想はですね、この数学者のポアンカレの本なんか読んでても似たところありましてね、ポアンカレは数学が異なる事柄に同じ名前を付ける技術である、それは思考の節約をもたらし思考の力を増す、これを実現しない単なる真実の集積は無意味だと、で数学者の基本的動機や人間精神の根源である美の追求である、宝の依頼研究やるのではないとかですね、そういうのがこういう科学と仮説とかこういう名著の中に書いてありまして、で私もですね、まあそういうことだなと思いまして、自分もだから全然レベルは違うんだけれども、なるべくそのアートの世界ね、芸術の世界を人生の中で並行して車を回してきたわけでございます。これは就職先を決定する場面なんですけれども、主任教授が沖木久夫先生という方が NEC のですね、中堅から来られていました。その方がですね、私たち3人の弟子におっしゃるには、日本の航空産業は壊滅状態である、有能な若者は発展分野で活躍せよ
その代表は情報計算機分野である。だからそういうところに行きなさいとおっしゃったんですね。我々はそれをこの節回しを入ってもみんな素直に聞いてですね、一人は学部卒で NEC に、私は学部卒で日立に、もう一人は大学に日立に行って、結局この分野に行ったんです。今から思うとですね、先生のこの教えはかなり当たってたんじゃないかなと思います。それでは、すっとんでこの日立時代に移ります。日立では、中央研究所とシステム開発研究所というところに都合20年いたんですが、システム開発関係の仕事をしました。いろいろやらされたというかやったんですが、経営生産管理支援関係で嘘つき曲線っていうのがあります。それからシステムモデルの研鑽とか LSI の設計支援関係とかですね、人工知能の関係で、まあ、今日お話しするタンポポというのを作ってみたり、自律学習機械ですね、それから第5世代大コンピューターの中でですね、コーフレックスというあの並列配置配線プログラムを書いたりしてました。そういうことを後でお話します。入社時のですね、日立の計算機室の印象を書いてみたのがこれです。空調完備の部屋にですね、大きな中央処理装置、磁気テープ装置、磁質装置というのがなんとこう鎮座しててですね、オペレーターという方しかこの中に入れないんですね、禁止。それで私たちはですね、カードトレイという重いですね、分子で徹底でできたですね、箱の中にプログラムを最大入れて2000枚のカードファイル、2000ステップですね、入れて円やプラスさせてこうやって運ぶわけですよね。で、まあ、ここでですね、レバークするときにはここでカードを挿したり入れたりして直します。それでまたお願いして出ていくということで、私はまあこれ見てですね、まるで神社の神様扱いだなと、これですね、というふうな印象を持ったのが初印象でございました。それではですね、嘘つき曲線というやつのものの話をします。これは医療研究だったんですが、最初の仕事です。社長がですね、オイルショックで多量の不良在庫を抱えてしまったと、今後そのようなことがないように対策を研究してくださいと、どうも私が入社するより前におっしゃったらしいんですね。それで電車プロジェクトが始まってて、ずっと降りてきて、課長がですね、まあ、一つの仕事で渡辺君、不確定さへの対応という視点が重要だと思うと、在庫管理論やベース決定論を用いた政策やり方を考えようじゃないかとおっしゃって、私は配信分かりました、勉強も含めて一生懸命取り組みますということで、最初の仕事に取り掛かったわけです。でオイルショック後の硬い在庫の発生した部分をですね、こう図で説明します。横軸が月で、縦軸が、まあ、これ電子部品、月ごとの電子部品生産量だと考えてください。黒で書いたのが需要でですね、ずっと上がってきてドガンと落ちてこうなるんですね。それに対してですね、需要のピークはもうここにあるんですけれども、生産する側のですね、これ会社の偉い人が決定しなきゃいけないんですけど、生産量ですね、ずっと上がってこの辺でですね、びっくりしてですね、急激な減産に入ってんですね。この間時間決定遅れがディレイがあるわけです。それでこういうことになりますとですね、生産量と需要量との差分の累積が在庫量ですから、ずーっとこういうふうになってくるわけですね。できっとこれ在庫量がすごいレベルに増えたんでですね、仕掛かり増えちゃって、これは大変だったんで、ハッとしてですね、大減産に向かったという構造だと思うんですね。それで課長から言われたですね、研究アプローチ、在庫管理論、経営学の適用ということで、将来需要量のですね、主観分布使おうじゃないかと。で、折しもこの頃ですね、米ちゃん統計学の台頭期でありまして、統計学に人間の主観を持ち込んでもいいんだというようなことですね、があったわけです。それで、営業部門の持つ受注前の引き合い情報を使おうじゃないかと。で、その時に受注の角度をですね、部品仕込み量に展開するシステムを開発しようじゃないかというところを作ったわけです。でどういうことをやるかというと、横軸部品所有量、縦軸確率なんですけど、とにかく営業から来たこういう不確定情報ですね、バイナリー分布としてどんどん積み上げていくと、それがコンビリューションされてですね、正規分布みたいになるんですけど、期待値が真ん中にあってですね、標準偏差みたいなのが出てくるわけですね。ですから生産量はこの期待値にあとですね、標準偏差 S のですね、まあ、1.5 倍ぐらいのところを狙ってですね、仕込もうかと言えばいいじゃないかと、こういう話だったわけです。これが経営学の在庫管理論を米ちゃん統計学、将来の、ね、直感分布の中で使おうという、こういうアプローチだったわけです。で、2年間一生懸命やったんですが、見事に失敗いたしました。理由はですね、伝統的業務様式に不適合だと。営業伝票などは全部確定形式のデータを扱いますね。今でもそうです。曖昧な引き合い情報を利用するにはなかなか抵抗感があると。それから引き合いは受注の可能案件の一部に過ぎないわけです。需要予測で、ね、どんどん新しい引き合いが出てくるんですね。その部分までは予測できないわけですよ。
ですから需要予測分布の期待値自身がですね、どん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 シフトして変化するということです。そういうことで依頼研究依頼元の工場にですね、ご迷惑をおかけしました。依頼研究費用とかですね、プロジェクトに協力してくださった多くの時間を全部ドブに捨てたということになったんです。で、私は非常にこう強く反省しましてね、まず分布の期待値自身がダイナミックに変動するのを無視し、静的在庫理論を適用した、これがいけなかった。それから動的システムとして世界を見なければダメだとかですね、上司の指示を鵜呑みにしてはダメだとか、航空学をやった自分は動的システムは専門なのだから今後は自力で取り組もうとかですね、経営生産管理の計算切りはまだまだ早いと、プログラム開発は本質ではなくて中身は問題は中身だと、 A4 1枚の紙で勝負してやるとか、こういうようなですね、まあ、転んでもただじゃ起きないぞという決心をですね、この時したわけです。それでですね、営業需要の予測のですね、オイルショックの時のセールスをもう一回自力で夜なべで調査してみました。そうするとですね、実際の需要のこの変動に対して営業の予測をこの赤で書いてるんだけど、いつもですね、遅れて走るんですよ、こういうふうにね。この理由は何だろうかっていうのを考え、いろいろあるでしょうけど、営業部門にも営業部門でですね、お前は今期いくら受注しろっていう予算があるわけです、これね。予算っていうのは上がり調子の時はですね、ピーク狙うわけないからこの辺にいるわけですね。でいい気持ちしたその後には落ちることは予想してませんから、高いところにこう設定してあるわけですよ。そうしますとですね、営業はこの時にはですね、そんなには増えないよって言うんです。生産能力もこれでねリンクして作ってあるから、そんな無理だって言ってね、こうやってやってくるわけです。ところが今度落ち出すとですね、そんなには減らないよとかね、予算達成のために死んでも頑張りますなっていうのを上の人とやるためにですね、どうしてもこうバーンと落とせないわけですね。ということでございます。それで私が考えたのは嘘つき抑制法って言うんですけどね、非常に簡単で、なんせ A4 の紙1枚でやるって決心してますから、毎月営業さんがですね、受注100、そのうち100、100、125、3ヶ月来るよと、これが予想です。次1ヶ月経ったらね、100が95になったよ、次は100、500、100だって、これずーっと来るわけですね。それの前の月に101と言ってたのが95になった、この微小量ですね、マイナス5です。これをですね、増幅するために累積和を作るわけです。マイナス5、マイナス10、マイナス10、ずーっとやっていくとですね、如実にですね、傾向が現れてしまうんですね。それで現時点から過去に向かってちょっと広がったですね、こういうふうな検定面を作っておいて、今のこの例の場合、上のこのエッジをですね、これが横断した瞬間にですね、機械的にですね、下降傾向っていうのをブーッとこうアラーム出すわけですね。これによって下降期判定が1よりも6ヶ月ぐらい先行するというふうなことになりました。それで舞い上がった自分っていうのがこれ書いてあるんですけどね、日立ではこうなのは社内研究報告として書くんですよ。でそれはどんどんいろんなところに回されて、偉い人も読まれるわけです。で事業部長、後で社長になった A さんという人がですね、私に直接こうメモが来ましてね、中にどう書いてあったかというと、素晴らしい、早急に実施したいので傘下の4工場長を集めるから講義にということだって書いてあったんです。まだ私は入社して2年目、 2.5 年目ぐらいなんですよ。それでですね、はい、賞とこれすごいことだと。で創業時代の日立マインドとはこのことかと自分で喜んじゃってですね、もう大企業なんだけどこんなこともあるんだっていうふうに思いまして、喜びさんで一人で出張、そうすると4工場が工場長がずらんとこう会議室に待っていらっしゃいましてね、そこで、講義して、そしたらお一人がですね、嘘つき曲線と呼びましょうって名前を付けてくださったんですよ。だからそういうふうになったんです。で喜んで帰って出張報告しました。その部課長、研究部課長かっていうのは月曜日にあるんですけどね、その次の週かな、なんかでこう部長が赤い顔してですね、課長の前で、彼は組織を知らんよ、知らんなっていうふうに叱られたっていうのを後で課長から聞いたんです。でもまあ先ほどのようにですね、もう自力でやってやるっていうふうに決心してますから、これぐらいのことじゃ逃げないわけですね。で下のように、もしこのようにしておればですね、あの時おそらく電通大には来ていなかったと思います。まずメモをもらいますね。すぐに上長に報告します。それから残業で発表資料を一生懸命作ります。それから部長の後からカバン持ちで出張します。この場所では部長に発表していただくわけですね。ともかくもですね、こういうふうにですね、自分でやってみて現実を見る目が非常に大事だなと痛感しましてね、システムモデリングの練習をしようと自分で決心しました。方法はですね、本でもシステム図でも何でもいいから、とにかく見たもの、読んだものをですね、A4 1枚にこう書いてしまうこと。でそのために時間がないですから、早起き、修行数年というのをこのために費やした覚えがあります。ここに書いてあるのは、
ご覧にはなれない小さい字ですけど、1983年の一例でありまして、脳の計算モデルで、ゴーミートコネクションの人って書いてありますけどね、脳の計算モデルを考えてた時のことです。次は、タンポポ学習機械というのを話します。ね、この研究の動機はですね、米国のでの人工知能研究の再燃です。知識効果フィーバーとも言われました。1980年頃だと思います。火付け役はファイゲンバームっていうですね、ちょっと癖のあるスタンフォード大学の教授。で、私はですね、この傾向の中で、まあ、自分でもここでやってましたけれども、ルールベース、フレームなどいろんなパラダイムの提案があるけれども、肝心な部分は人間が舞台裏で全部プログラムしてるだけじゃないかっていうのをですね、思ってたわけです。で、私としてはですね、せめてその賢くなくてもいいからですね、鈴を振って、ご飯と一緒に鈴やるとだんだん並んでですね、習って鈴振るだけでよだれを垂らすようになるパブロフの犬程度のね、刺激反応図式をですね、学ば計算機にやらせたいなと思ったわけです。で、ただ今よく皆様ご存知のですね、機械学習なんかで昔からご覧なんですけど、適応分離面なんていうんではどうもですね、人間の手が入りすぎてパラメータの変なものを入れなきゃいけないから、自律性を高めるために確率進化方式でやろうというふうにここで考えたわけです。まあ、いろんな本読んでましたから、そういうアイデアが出てくるわけです。それで発想はですね、タンポポの生態を真似てやろうというわけです。皆さんご存知のように、春ごとにタンポポはですね、綿星をこうやって飛ばすますね。で、まあ、運よく、まあ、山の適当なところに行ったら生存、海の中に落ちたら死ぬとか、野原行ったら生存、砂漠の真ん中行ったら死ぬ、それから砂漠の周辺領域だったら、まあ、なんとか生きるとかね、こういうふうになりますけど、これをですね、毎年毎年ですね、繰り返しているうちに、野原はどうなるかというとですね、これは世界の地図になってますが、温度と湿度を書いた状態空間、環境空間、環境条件空間というのを今2次元の例でしますけれども、で、例えば温度が高く湿度が高いと、これ熱帯ですね、熱帯地方には熱帯地方の遺伝子を持ったタンポポの個体がですね、群落をこう作るわけですね。温帯には温帯でこう、それから高山には高山、砂漠の周辺にはこうやって、で、タンポポが飛んでいるだけでですね、綿星飛ばすだけでこういうですね、クラスタリングっていうか状態空間分離が起こるわけです。機械学習しなくてもこれができてるわけですね。だからこれやろうというふうに自分で思ったわけです。それで、じゃあっていうんでですね、まあ、タンポポの植物のタンポポの綿星を、そのままですね、遊び半分でですね、抽象解釈で楽しんでたわけですが、まず、タンポポのこの綿星の根元のところ、これをね、状態空間ベクトル、条件、環境条件 K というふうに考えよう。それからここの身の中にですね、情報が入っての遺伝子情報 C と考えよう。例えば例としてですね、 K は温度、湿度、日照、地味とかいうですね、そういう環境の条件、 C はですね、そこでどうやって生きるかということの知恵を表す情報で、発芽の時期とかだ、飛ばすですね、綿星の数と、こんなものを持ったね、構造としてタンポポをちょっとね、眺めてみようと。それからですね、風任せで植えるんじゃなくて、コンピューターの中に作ろうとするわけですから、ここに植えたいというような条件ケースアレですね、ここに植えたいというふうにこう意図する。その時ですね、親がもし2本計算機の中に今植えてあったら、そのうちのどっちかいい方を選んでくる。まあ、一般的には性能が良くてですね、なるべく近いところがいいだろうということです。それを選びます。それの綿星を取ってきてこう植えるんですね。こういうことをコンピューターの中でやろうというふうに考えました。で、もうちょっとコンピューター化するために先に進めますと、人工タンポポでの知識表現ですが、先ほど言いましたように、横軸が環境条件、縦軸を評価値にしてですね、 K のところが検索条件、 K という場所のベクトル条件、それに対して C という、ね、遺伝情報を持った、その時の良し悪し、適応値とも、適応度とも言いますね、進化学の方では。それをこの、ね、軸の長さにします。で、私の約束としては、なるべく短いタンポポの方が性能がいいんだと、長くなるほどダメだというふうな、これはどっちでもいいんですけど、約束しました。それから上の綿星と下の綿星をうまく使おうということで、上の綿星と下の綿星の意味を考えました。それはですね、どういうことになったかというと、この K っていうね、ところとちょっと別の K スターっていう環境のところでですね、こう、このタンポポ、これ C という遺伝子をね、そのままここに植えたらですね、どれぐらいの性能のタンポポになるだろうかっていう予測値の推定範囲に使うことにしたんです。ですから上が上限、悪い方ですね、悪くてもこれぐらいになるだろう、よかったらこれぐらいの範囲に自分のこの茎の長さですね、まあ、来るだろうというような主張を知識表現したものですね。はい、こういうふうに知識表現をすることにしたんです。それから、さて、タンポポを上に変えていかなきゃいけませんから、親タンポポの選択ですね、近くのいい親を再利用するという方針にしました。すなわち今コンピューターの中に3本のタンポポが生えているとして、ケースターの位置にですね、で、検索が起こったここに植えようというときに、ずっとここが上に読んでいてですね、
最悪の値が最良のもの、ゲーム論に出てきますね。最も悪い、すなわちこの上の値越しの値がですね、一番いいもの、これ一番安全、リスクアバージョンですね。そうすると A2 になりますね。ですからこの A2 の担保をここに植えよう。ただし C という遺伝子をそのままここに植えたんではゲーがなくて知識は変わりませんので、少しこうランダム変動を加えて C スターというのをここに植えると、そういうふうにするわけです。そうするとですね、今度は子どもの植え込み、知識損失を防止するためにですね、なるべく近くの悪い親を捨ててですね、その代わりに自分が入るというふうにしました。そのためにはですね、これ新しい黄色の子供が非常に良かったとする。背の高いや短い。そうすると上の綿星ですっぽりですね、もうドミナントされてしまう。上の綿星にすっぽり囲まれてしまうような綿星を、上の綿星を持っているような親はいらないわけです。このどこの空間で検索してもですね、もうこっちの子供が出てくるから親はいらないんですね。でこの人に、まあ、亡くなってもらおうという、そういう行動で書き換えるわけです。この植え込みを繰り返した時の数学的性質をいろいろ考えてですね、結局証明したのはですね、この今度はこの環境条件 K とこっちをパラメータ C の空間にして、実じゃなくて遺伝子をもうベクトルで表してますけど、こういうふうにして、でこの空間の中でですね、環境条件 K の時にパラメータ C で臨んだら 0.5 の良さがあったっていうふうな、でちゃんぽをいっぱいこう調べてみると、結局何のことはない、この空間の中に等高線があるわけですね、こういうふうに。等高線があるわけです。それでさっきの植え込み規則ですね、植え込み規則は、等高線に沿ってですね、この河川、一番低いところ、河川敷にですね、みんなタンポポの群落が降りてくるというようなことを証明しまして、まあ、論文解説しました。その時ちょっと条件がありましてね、綿帽子の傾きをうまくやらないとですね、それは極小リプシッツ条件というんですけど、この空間のですね、場の極小、微分幾何学みたいなもの、それのね、グレーゼントなんかをうまくカバーできるような量に設定してないといけないんですね。それではこれ今の物語はファンシーですが、実際に計算機の上では簡単に実現できて、データベース作って環境上 K のベクトル、遺伝子 C のベクトル、評価値データ、この3つの組みをずーっと貯めていくだけなんですね。それで外部条件 K スターが来たらこの中検索しまして、さっきのやり方で一番いいのを選ぶわけです。で選んだのを取ってきてですね、適切コードを呼び出して、この C の部分ですね、例えばこれが呼び出されたとこれが呼び出されたら、これをこのまま使うのはいけなくて、これをちょっとランダム変動するわけです。1割ぐらい変えてみる。C スターになるから、それを外部に適用して、その評価値ですね、これは 0.6 でしたけど、まあ、これに近いのが出るんでしょうけど、なんかそれをもらうと。その子供ですね、K スター、C スター、J スターを劣勢親のレコード文の上に書き込んでですね、さっき の, あの世代交代を果たすということです。こういうふうにしてきました。それで次、応用ですけど、まあ、いろんなことをやってみたんですが、他に自律適用する計算機を、管理システムですね。計算機というのは、まあ、簡単に言いますと入力情報をですね、待ち合わせに待たせてスケジューラーさんというのがいて、それを、ハードウェアなんか利用してどんどん処理して、終わったら待ち合わせに置いて外に出すという、こういうことをやってるんですけど、タンポポというのはさっきのデータベースをここにつけましてですね、こちらの計算機内部状態をこの待ちの状態とか、その変化の量ですね、時間変化の量なんかをこう状態ベクトルしてこっちに持ってきて、それでここからこっちに指示するのはですね、このスケジューラーにですね、どういう情報を優先しろ、どの程度優先しろとか、スケジューラーの使うパターンをですね、別のスケジューラーにしろとか、そんなことをこうやって C 遺伝子の情報としてですね、こっちに与える。これをぐる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 回すんですね。それから評価してやらなきゃ、やったことを評価しなきゃいけないから、評価機能っていうのを税を外付けでこれをつけます。で評価機能税はこの場合2次元にしたんですが、ジョブの平均伸び率と単位時間あたりのジョブの処理数ですね。これは例えば30秒かかるジョブがですね、他のジョブといろいろ競合があって待ってる間に300秒になったら10倍になったわけですね。10倍にならないで30秒で出てきてくれれば一番いいわけです。それから単位時間あたりジョブがいっぱいことこなせれば一番いいんで、この辺がですね、一番いいわけです。ですからタンポポはこれ軸の長さになりますので、10って書いてある、10点。だん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 こっち来るとですね、ジョブは伸びるし、単位時間あたりのジョブの処理数も、えらい少なくなるから悪い点で100点という。こういうふうなあのポテンシャルバーをですね、評価バーを与えて、学習させたわけです。それで実験計画ですが、状況変化の設定を16日ぐらいこう取ってですね、ジョブ量が小、大、波、大、波というのがある。ハードウェアも CPU が1で、IO チャンネルが2の場合から2、4、また1、2、4とわざとこう変える。スケジューラーも優先度のみのと優先度とラウンドロビンを組み合わせて使ってもいいよというようなモードに変える。センサーもない状態からある状態で、いろんな実験がですね、全部組み合わせ方で実験計画してるわけですね。まあ、一部だけしか説明しませんけれども、ジョブの装着量とスケジューラー変化の適用能力があるよというのを証明したもので、ジョブがこういうふうに少ない状態からずっとこう増えてますね、こっち。そうするとですね、タンポポの方はですね、最初ここら辺はこれぐらい評価して走ってたんですが、未経験自体に遭遇するためにドガンと評価値が悪くなってるわけですね、平均値この横で。
ところがだん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 学習してちょっと低くなってきてですね、あとはですね、同じようなこのパターンが出るとずっと知識が拡張して最初からですね、こう変動があってもですね、いい運用状態に性能がいいと、評価値がいいというようになります。あと類似経験状況への適用、まあ、今の図でももう証明されてるようなもんですけれども、まあ、こう小から大っていうのをやってですね、ここでトラブってですね、初めての初体験だったので、ね、困ってるわけで、あと次第に学習した、そこはこう書いてないんですけど、それからあと何日か経って全く同じ状況をわざとかけてやるとですね、もう昔覚えたことを想起して一瞬のうちにですね、あのベストの状態でそう運用するというようなことになります。これは別の応用です。トラフィック状況に自律適用する通信ネットワークということで、これは私が電通台来てからの仕事なんですが、ここに挙げてあります。高原さんと柳沢さんの仕事なんですが、まあ、通信ですね、例えばこの A という場所から B という場所にですね、電話すると、その時に通信のリンクを貼ってもらうんですが、一般には固定のリンクでですね、一番短いところをこう貼るっていうふうにされたりすると思うんですけど、でもだん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 混んでくるとですね、貼れなくなっちゃってですね、あなた あの今電話かけられませんよっていうふうになるんですね。それじゃ困るから、コンピューターが自律的にですね、こういう速度、ね、バイパスをですね、自動的に活用してですね、なるべくいい性能で、接続率を上げようっていうのがあるかっていうのを実験したもので、これがですね、なると。横に走っているのはですね、固定ルで、ルートでやった場合は接続率が悪いんですけど、だん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 学習、バイパスを通してですね、100% の接続率を達成するようになるとか、いうことです。で、タンポポ関連の論文発表は全部で7件ありますが、その2番目の、今日はお話ししませんでしたけれども、成長能力を持つ回探索システムの研究というので、情報処理論文ですね。これで工学博士を東大の入先生にですね、ご指導いただいて、論博化を取ったわけです。折しもですね、この時期は、結婚と子育ての時期とも重なりましてね、それをまた時間が経ってから、書いた図ですけど、子育て観論図っていうんですね。で、幸いなことにですね、この図にある通りのようなですね、観音様みたいなって一緒になれましたので、まあ、私も含めてですね、子供4人もいますけど、無事に育てることができまして、これはありがたいと思っております。で、この絵はですね、娘に勧められて、ベルギーのフランダースエキスポっていうところに2005年から出したんですよ。そしたら、ルクセンブルクのね、なんか品のいいご夫婦が何回もこれ見てくださってね、最後に買っていかれたというふうに聞いております。それじゃあ今度はどんどん飛ばしますが、第5世代計算機の方に入っていきます。第5世代計算機っていうのは国家プロジェクトで10年やったんですけど、そのプロジェクトが始まった時の状況ですね。通産省が、まあ、いろんな企業にですけど、日立さんにはですね、日立さんいろんなこと言われたんですが、日立さんの役割の一つとしてね、並列推論マシンの実証ソフト開発をお願いしますというふうにこう来られたわけです。で、これをずっと俺と聞いて、私の上司がですね、渡辺君、会社の仕事も5世代プロジェクトもしっかりやってくださいねというふうにおっしゃいました。私はいつもの通り、はい、かしこまりましたです。しかし、腹の中でね、予算がある、来るからね、知恵がない、ね、テーマは白紙状態、小人数で大規模並列実証をやる方法を考えなければ、これは大変だなというふうに考えたんですね。で、まあ、基本作戦はですね、大規模並列推論マシンをフル稼働させるのは大きな問題をまず作れなきゃいけないというんで、電子回路の配置配線をやろうとレイアウト問題とも言いますね。そういうふうにしました。それから小人数で開発しなきゃいけないということなんで、プログラム開発量を最小にしようということで、階層再帰計算にしようと、ネズミ工計算なんですけどね、現問題を階層分割し、各階層を全く同じプログラムで処理してしまおうと。と、階層を増やせばいくらでも大きな問題を解けるんですね。ということです。まあ、フラクタル計算と言ってもいいと思うんですけどね、それをやろうというふうに頭でまず最初判断して考えたわけです。それからこれが基本構想ですね、階層再帰計算。非常に簡単な例を言います。N 段の M 枝の木を作るプログラムはたったこれだけでいいんですね。N が1の場合には葉っぱを作る。N が1なら葉っぱを作る。これです。N が1より大きかったら N-1 段の木を M 個作って、その M 個を枝にして2基を付加する。だから N が2の時は2から1引くら1段の木を2つ作って、M は今2の場合ね、だから2つ作りましたね。それに2基を付加する。これでいいんですね。これで。で、あと N が3だったら、これを2つ作って、これを2つ作って、それに幹を付加するんで、これで同じ規則でですね、いくらでも大きな木があっという間にできちゃって、プログラムを開発量はたったこれだけでいいわけですね。だからやるってわけです。それで、ただ電子回路レイアウトの場合はですね、
非常に簡単に言います。アナログ回路のサブアンプですけど、2つトランジスがあって、電極こうやって配線がありますね。これを目標外形状、こんなものの中に入れてくれって言ったら、答えはですね、このトランジスタ、図があるわけです。A がね、絵図面をこう書いて、抵抗の絵図面をちゃんと書いてですね、その間のつなぐところをちゃんとつないでしまえばいいわけです。この形状の中に。面積はなるべく小さくする必要がありますよ。でこれをですね、再起多焦っていうわけです。制約の強い再起問題となりました。先ほどのゲーム問題をですね、副問題2つに例えば分ける例を考えます。ここで横にサッと切ってですね、そうすると上半分のトランジスタ2つのレイアウト問題と抵抗2つのレイアウト問題という副問題が2つ生じます。でただしですね、外形上整合ということで、最初の目標値、これですね、で上の半分もこれの中にこれ。だから横の幅は W になっていなきゃいけないんです。これもこれも。だから縦の2つを足したらですね、H にちょうどなってるようになるべくそれになってくれなきゃいけないということになります。あと端子の位置ですね、ここへですね、2つ端子、これ切ったところですね、出てきます。それとこれをつなげるんですから、こことこうつながなきゃいけないから、端子はちゃんとなるべく別のところに行かずに整合しなきゃいけないっていうね、これも制約になってくるわけですね。それで、並列処理の下元でですね、これをどうやって解くかっていうのをこれ悩んだんですが、まあ、基本的にはですね、副問題間で目標値を共有したり、するということ、要するにゴール共有ですね。さっき言いましたけど、外径と端子位置をですね、あらかじめこれがゲーム問題だったら2つに切った時にね、 W や横は同じ W、縦足したらこの H になるようにゴールを作ってやって、で中をずっと組み合って端子もこれ同じように配置するんです。でそれをずっと下まで先で下ろしていって、下からザーッと組み上げてきてですね、こうやるわけです。もちろんこれとは形状かなり違ってきますけど、やらないよりはいいというわけですね。これあとですね、配線の方も難しくてですね、今プロセスここまで入ってまだ中身が作ってない時に、こことここを配線して結べっていって、ここを通すっていうふうになってる時にね、この白いやつがですね、その後どうなるか、右に来るか左に来るか分からないんです、この段階ではね。だから相手端子の確定を待たなきゃいけないということなんです。ところがですね、いろんなプロセスがみんな相手端子を待ち出したらですね、あっという間にデッドロックしちゃうんですね。だからいろいろそこ苦労したんですが、2段階配線引き出し法でデッドロックを回避することにしました。すなわち最初のタクトでですね、指揮者がいて、1回目のタクトで全プロセスは上と左にだけですね、配線を出すことができるんです。それが確定した第2フェーズでですね、今度は右と下にですね、最初の第1フェーズで確定した端子に目がけて配線をしていくというね、こういうふうなやり方でデッドロックを防止する、え、簡単な蓄次性を持ち込んだわけですよね。それによってデッドロック防止してということにしました。全体図はコフレックスというシステムですけど、入出力がありまして、ここにですね、分散プロセス上に記述したデータストラクチャーがありまして、で配置配線機能が動きます。配置が行われて配線を行います。配置の方はまず分割通しですね、ずっと降りていてザーッと組み上げて上がってきます。配線の方もまた分割してですね、こう上がってきます。でこれ1回じゃ終わらずですね、何回かこうリピートさせた記憶があります。そうすることによって、最初にあたりこの分からなかった目標値がですね、だん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 確定的になってきて、収束方向に向かうわけです。でこれ今から見れば大したことないんですけど、素指数線でですね、レイアウトした例です。これが縦長形状を与えてレイアウトさせたもの、これが横長形状を与えてレイアウトさせたもの、並列推論マシンの上で約10万平方プロセスを走らせた記憶がこれであります。で計算時間、配線処理の一番時間のかかる配線処理のところだけ比較します。横軸が問題サイズ、縦軸が計算時間、秒ですね。一番よく使われる迷路法配線、メールラウターを使うとですね、少なくともこうキャズラック2次のオーダーでどんどんどん計算時間が長くいるんですが、私たちが考えたこの方式だとですね、リニアでもっとした、ね、サブリニアオーダーのですね、計算時間を実現したということになりました。これはその最後に第5世代に書いたログなんですけどね、4件しかないんですけど、10年もやってね。それで私の感想ですが、心血注いだシステム開発、楽しかった10年、しかし歳月かけた割には論文発表はあまりできなかったなというのを感じました。ところが最近またこれを書きながらですね、感想したのがこれです。あれから20年以上、あれほど楽に莫大なプロセスを使った並列分散処理を実現できたのは夢か幻か、今でもあの頃には遠く及ばない状況だなというのが私の感想であります。